無能が生意気に。そう言い放った社長を俺は無感情に見つめ返した。入社から今まで真面目に働いてきたというのに、社長の娘が社長の隣でニヤニヤと笑う。手にはスマホが握られている。社長の娘のこの行動が後になって大問題になるとは、この時誰も思いもしなかった。俺の名前は小川、55歳の会社員だ。娘は結婚して家を出たので、今は妻と二人暮らし。とある会社の資材部で部長として働いている。部下たちはみんな真面目で素直なものが多く、課長ともうまく連携が取れていると思う。俺は公私ともに充実した毎日を過ごしていた。そんな平穏な日々をぶち壊したのは、社長令嬢のレイカだ。彼女は数ヶ月前に中途採用の社員としてうちの部署に配属されてきた。明るい髪色を緩く巻き、爪はゴテゴテと装飾がされている。化粧も派手で、社服を着崩し、自分なりのファッションを確立していた。つまり、見た目からすでに社内規定から外れまくっている。社長曰く、大学卒業後からずっと遊び回っているので、社会性を身につけさせたいとのこと。何か適当に簡単な仕事でもさせてくれたらいいから。なんなら何もさせなくてもいいよ。美人の麗華がいるだけで、部署の士気が上がるだろう。社長は娘に甘いと噂には聞いていた。しかしここまでとは。社会性を身につけさせたいんですよね、と思わず口をついて出そうになった。こうして麗華は俺の部署に配属されたわけなのだが、そこからは想像通りの苦労の連続だ。無断遅刻や欠席、挙句に勝手に帰ってしまうのはよくあること。それだけではなく、ネイルが痛むから、と意味不明な理由で、あらゆる仕事を拒否する。それならと電話応対などを教えようとすれば、社長令嬢の私には地味でふさわしくない、とこれもまた拒むのだ。挙句の果てに、いい加減にしろと注意すれば涙目になり、パパに言いつけるから、と社長の名前を出して脅してくる。そのせいで入社から数ヶ月経った今でも、麗華の能力は新入社員以下だ。部下たちも俺も麗華には心底うんざりしている。まさしく部署のトラブルメーカーだ。特に部下たちと密接に関わる課長は苦労しているようで、目に見えてげんなりして見える。このままではいけない。俺は心の中でつぶやいた。おはようございます。今日も麗華が出社してきた。あくびをしながら気だるそうに。お早くない、とおそらく全員が心の中で突っ込んだに違いない。何せ時刻は11時を回っている。始業時間などとうに過ぎて、むしろもうすぐお昼休みだ。おはようございます、麗華さん。連絡がなかったけど、何かありましたか？俺はさりげなく麗華に声をかける。麗華はデスクにつくなりスマホをいじっており、座ったまま俺を見上げた。え？別に。夕べちょっと夜更かししちゃって、起きたら始業時間過ぎてたっていうか、そんな感じかな。想像通りではあったが、改めて聞くと呆れてしまう。俺はため息をつきながら一枚の紙を麗華に差し出した。昨日麗華さんに作ってもらった書類ですが、こちらはミスばかりでしたよ。パソコン作業をしたがらない麗華を何とか説得して練習用の書類を作ってもらったのだが、誤字脱字はもちろんとても見れたものじゃなかったのだ。麗華には時間がかかっても見本を見ながらでもいいと説明した。いろいろと俺なりに考えたのだが、麗華にとってはどうでもよかったのだろう。ええー、
遅刻の説教の次はミスの説教。マジうざ。麗華はだるそうに俺を睨みつけ、ねえ、そう思わない。と隣の社員にちょっかいをかけ始める。社員は迷惑そうにしているのにもかかわらず、麗華は同意を得ようと社員の袖を引っ張っていた。麗華さん、まだ話は終わっていませんよ。俺は少し強めの口調で麗華に注意する。その瞬間、麗華の肩がびくりと跳ね、涙目になりながら俺を睨みつけてきた。何よ、私を叱ろうっていうの？パパに言うわよ。例のごとく、麗華はすぐに社長の名前を出して、俺に釘を刺そうとする。俺はひるまずに厳しく言い放つ。もう我慢の限界だった。社長の名前を出しても無駄です。私には部長としての責任があります。麗華さんの自由奔放な振る舞いは、部署のみんなに迷惑をかけているのがわかりませんか？これ以上、みんなの邪魔や、部署の空気を悪くするようなら、もう黙ってはいられません。容赦しませんよ。みるみるうちに麗華の目から涙がこぼれ落ちていく。顔は真っ赤で、嘘泣きではなさそうだ。だが俺は、毅然とした態度を崩さない。泣いてもダメです。うちの部署に入った以上、あなたは私の部下ですから。基本的な仕事も覚えず、遊んでいるだけなのに給料が支払われるなんて、あってはならない。俺の発言に同意するように、周囲の社員たちがうんうんとうなずく。麗華はわなわなと震え、俺の話を大声で遮った。そんなに言うならいいわ。お望み通り言いつけてやるから。あ、こら、待ちなさい。麗華は言うだけ言って、部署を出て行ってしまう。小川部長。振り返ると、部下たちが不安げな表情で俺を見ていた。麗華を怒らせた結果、俺がどうなるのか心配なのだろう。部下を安心させようと、俺は微笑んだ。大丈夫だ。むしろもっと早くこうすべきだったのに、みんなには嫌な思いをさせてしまってすまない。何、仮にも会社を背負う社長だ。娘に甘いとはいえ、その娘が部署全体の迷惑になっていると知れば、さすがに分かってくれるさ。そう言った直後、俺は内線で社長室へと呼び出された。部下たちの不安げな視線を背に、俺は社長室へと向かう。社長室に入ると、薄ら笑いを浮かべた麗華と、見るからに不機嫌そうな社長が俺を出迎えた。麗華から話を聞いたぞ。遅刻くらいでみんなの前で怒鳴りつけたというじゃないか。かわいそうに。麗華はもともと低血圧で朝に弱いんだ。なんだその理屈は、と俺は目の前が暗くなる。仮にも会社を背負う社長。自分で言った言葉だが、これではまともな会話は期待できそうもない。私の部下にも低血圧で毎朝苦労している者はいますが、無断で遅刻をしてきたことなどございません。それに、麗華さんは夜更かしが原因で寝過ごしたとはっきり言っていました。俺は続けざまに普段の麗華の態度を一つ一つ並べていく。俺自身や部下たちも迷惑していると説明すると、麗華は顔を真っ赤にした。私はいるだけでいいって、パパが言ったんだもん。そうだぞ。言うにこと書いて迷惑とはなんだ。貴様、誰の娘の話をしているか理解しているのか。社長の怒鳴り声と同時に、熱い感覚が俺を襲う。熱っ！あまりの出来事に、社長が自分のコーヒーを俺に向かってかけたと理解するのに数秒かかった。とっさの出来事に両手で顔をかばったのが幸いした。左手首のあたりがジンジンとするが、顔や頭よりはいいだろう。信じられない。何をするんですか？たまらずにそう声を上げるが、社長はうろたえるどころか鼻を鳴らしてせせら笑うのみだ。無能が生意気に。麗華を馬鹿にした罰だ。
これで俺の気が済むと思うな。土下座か首か、どっちか選べ。無能、ですか。乾いた笑いが口から漏れる。俺は、今までこんな社長のもとで働いていたのか。信じたくないが、これが現実だ。今まで社長と直接関わる機会はほとんどなかった。ただ、娘に甘いという噂を聞いていただけ。あんた何笑ってんの？キモ。ほらほら、土下座しなさいよ。動画を撮って社内に拡散してやるわ。俺が泣いて許しを願うと思い込んでいるのか、麗華はスマホを構えながらニヤニヤと笑う。もう、さっきから録画してるんだから、早くしなさいよね。そういえば、俺が社長室に入室してきた時にはすでに、麗華はスマホをこっちに向けていた。どうせ俺が謝罪する姿を録画してやろうというのだろう。悪趣味な人だ、と俺は内心吐き捨てる。こんな会社にいても、きっと未来はない。俺は、きっと麗華を、そして、社長を睨みつける。じゃ、やめますね。私は何一つ間違っていませんから、土下座なんて絶対にしません。俺がきっぱり言うと、社長も麗華も眉を吊り上げた。はあ？マジで言ってんの？つまんない。小川くん、いいんだね。私の最後の慈悲を無駄にするんだな。土下座すれば許してやらんこともないと言ってるんだぞ。人にコーヒーをぶっかけて謝罪を強要して何が慈悲だというのか。むしろこちらが謝罪していただきたいですね。では、これで失礼します。俺はじんじんと痛む腕を押さえ、社長親子を無視した。後ろ手で社長室の扉を閉めると、麗華の笑い声が聞こえてくる。無能のおっさんなんて、もうどこも雇ってくれないわ。俺はやれやれと首を振り、大きなため息をつく。そして部署に戻るため、歩き始めた。俺はその後すぐに退職願いを提出し、会社を辞めた。今は火傷の治療をしつつ、有給を消化中だ。社長たちとのやりとりの直後、火傷を負った俺を見て、部下たちは驚愕し、社長や麗華を心の底から軽蔑していた。あなた、火傷の具合はどう？俺が険しい顔をしていたからだろう。妻が俺を心配そうに覗き込んでくる。ああ、すまん。ちょっと考え事をしていただけだよ。俺は妻に心配かけまいと笑顔を見せる。確かにまだ火傷は痛いが、利き腕じゃなかったのが不幸中の幸いだ。それでも妻は心配のようで、こうしてちょこちょこ声をかけてくる。実を言うと、少し嬉しかったりするのは内緒だ。新しい職場に出勤するまで日がありますから、療養と一緒に、ゆっくり体を休めてくださいね。ああ、雪高くんには感謝しないとな。俺がうなずくと、妻がお茶を置いて部屋を出ていく。雪高とは俺の娘の夫、つまり義理の息子だ。妻の発言通り、俺は次の職場がもう決まっていて、その援助をしてくれたのが雪高である。雪高はまだ30代で若いながらも、自分で起こした会社の社長をしている立派な男だ。俺が仕事を辞めたのを妻から娘、娘から雪高へと話が伝わったらしい。雪高が支社を広げるにあたり、人手が足りないので、ぜひお願いできませんか、と俺に声をかけてくれたのだ。向こうからお願いしている言い方だが、俺に気を使ってくれたのだろう。俺としては実にありがたかった。おかげでゆっくりと心穏やかに過ごしていられる。雪高の誘いがなければ、再就職活動に頭を悩ませていたに違いない。俺がお茶をすすっていると、スマホが振動した。知らない番号だったが、念のため電話に出る。新しい職場関連の連絡だったら、
と頭をよぎったからだ。はい、もしも。おい、小川、どういうつもりだ。電話に出るなり、のぶとい男の声が俺の発言を遮った。瞬間的に誰の声かを察して俺は眉を潜める。コーヒーをかけられた出来事が脳裏をよぎったのだ。社長ですか。声の主は俺の問いに答えず、自分の主張をまくし立てる。内容からしてやはり全職場の社長だった。お前の部署の者が全員退職願いを出してきたぞ。お前の差し金だろ。どういうつもりだ。俺は今すぐにでも電話を切ろうと思ったが、この際だから言いたいことを言ってやろうと思い直す。どうって、私があなたにコーヒーをかけられて部署に戻った時、部下たちはあなた方親子に見切りをつけたんですよ。私がこんな目に遭わされたのを見て、心底嫌気がさしたんでしょうね。電話の向こうで社長がぐるるとうなり声を上げる。近くに麗華がいるのか、パパもっと強く言ってよと社長に言っているのが聞こえてくる。おそらくこちらの声はスピーカーモードで麗華にも聞こえているのだろう。麗華は黙っていなさい。社長の鋭い言葉に俺は首をかしげた。あの娘に甘い社長が怒鳴りつけるなんて。違和感を覚えたが、社長の言葉が続いていく。小川くんが辞めてから、部署の者みんなが辞めた。それだけでも痛手なのに、麗華の動画のせいでうちは大炎上中なんだ。小川くん、部下たちを説得して、一緒に会社に戻ってきてくれないか。そして、動画の件は創作だったと世間に伝えてほしいんだ。唐突に出てきた動画という言葉に、俺はさらに首をかしげる。社長の一方的な話についていけない。動画って何です？俺はテレビもそんなに見ないし、動画配信サービスもほとんど利用しない。会社を辞めてからは特に買っておいて読んでなかった本を消化するのに夢中だったから余計である。俺は意外と読書家なのだ。俺が小川くんにコーヒーをかけた時のだよ。金切り声に近い社長のセリフで俺は思い出した。そういえば麗華がスマホで俺の様子を録画していたはずだ。ちょっとふざけてみんなに見せただけなのよ。なのにみんなマジになっちゃって拡散しやがったの。マジ最低。マスコミも騒いでるし。麗華と社長の話を要約するとこうだ。俺が退職願いを提出して会社を去った後、麗華が面白半分に部署のみんなに動画を見せたのだという。俺がコーヒーをかけられた場面、土下座を突っぱねて辞めますと宣言した場面を見せて、あの年じゃろくな再就職先はないわよ。あんたたちもこうなりたくなかったら、バカな真似はしないことね。こんな風に惨めな終わりを迎えたくはないでしょ、と言い放ったそうだ。これは後で知ったのだが、その時の部署のみんなはもちろん大激怒。一人があえて麗華に同意するふりをして、動画を入手し、SNS に投稿。動画が話題を呼び、マスコミが取り上げ、さらに拡散、という流れだ。今や会社は大パニック。なるほどな、と俺は苦笑いした。お前、何を笑ってるんだ。早く部下と一緒に戻ってこい。どうせ再就職先も困ってるだろう。世間には創作だった、悪ふざけだったと説明する。それでだな。自分の都合のいいように、ペラペラとこの先の展開を説明していく社長を、俺は遮る。あいにくですが、私も部下たちも再就職先は決まっております。俺の発言に社長も麗華も、え？と声を上げた。私を誘ってくださる方がいましてね。部下たちのことも相談したら、ぜひと言ってくださったんですよ。私の元で働いていたなら、優秀で真面目に違いないと言ってね。社長に説明した通り、俺は雪高に部下たちのことを相談した。
その後すぐに部下たちに声をかけたのだ。部下たちはすぐに小川部長についていきますと言ってくれた。そして全員が退職願いを出す騒動につながったのである。お前、なんてこと。社長の声は震え、怒りに満ちていた。後ろから麗華が反響欄で何かわめいているのが聞こえてきたが、こちらの知ったことではない。あなた方親子が経営する泥船に部下を残していくのが心残りでしたが、本当に助かりましたよ。ああ、会社が炎上しているんでしたっけ？私たちは戻りませんし、誰かに聞かれても事実だと言いますよ。それから私は弁護士に依頼して、傷害や脅迫行為について慰謝料を請求させていただきますね。俺はまだ痛む左腕をさすりながら言う。ふざけんな。雇ってもらってたくせに。この裏切り者。会社が潰れたら、あんたらのせいだからね。麗華の怒りの声に、俺は今日何度目かのため息をつく。あなたが真面目で、軽率な行動さえしなければ、こんな大きな話にはならなかったのでは。俺の指摘に麗華はぐっと声を詰まらせる。俺たちが戻らないと知り、意気消沈したのか、黙り込んでしまった社長に対して俺は言葉を続けた。社長、私たちは入社からずっと会社のために尽くしてきました。真面目に努力していたんですよ。それなのに、娘一人のために私たちを犠牲にした結果がこれです。下手な小細工などせずに世間を騒がせた件を謝罪する。そしてけじめをつける。それが今あなたのすべき行動ではないのですか？全部自業自得です。愛する娘さんとせいぜい頑張ってください。最後に皮肉を込めるのを忘れない。俺は言い終わるとそのまま電源を落とした。その後、俺は社長と麗華両方に慰謝料を請求した。やけどの治療費ももちろん含まれている。結局、前の職場の信用は地に落ちた。続々と社員が辞め、取引先も契約解除となり、もう麗華親子はおしまいだろう。俺と部下たちはというと、予定通り新しい職場で働いている。本当に、娘の夫の雪高には感謝してもしきれない。やけどの具合も良くなってきた。これからは気持ちを新たに部下たちと部署を盛り上げていこうと思う。おい、ちゃんと会費払ったのかよ。同窓会の会場で友人と酒を飲んでいると、いきなり後ろから肩をつかまれた。振り返ると、そこにはあいつの姿がある。当たり前だろ。俺は会費を払わないで会場に入るほど非常識な人間ではない。すると目の前の奴は俺のことを指さして笑ってきた。いい加減にしろ。そう思って俺はこいつに復讐すると決めたのだ。俺の名前は結城、45歳の会社員だ。中学までは会社勤めの父と専業主婦の母と幸せに暮らしていた。しかし、中学3年の時に、父がいきなり失踪したのだ。母は理由がわからないと言って泣いていた。俺は受験勉強の真っただ中、志望校は公立一本になった。専業主婦だった母を雇ってくれる企業はなく、住んでいた家には借金取りが来るようになり、俺と母は逃げるように引っ越した。受験勉強どころではなくなってしまい、俺は受験に失敗したのだ。父が何をしたのかは分かっていなかったが、恨みが募る。当時の担任には、二次募集を受けてはどうかと言われたが、働き詰めの母を見ると、のんきに高校に行っている場合ではないと思った。それで俺は高校進学を諦めたのだ。クラスメートと仲は良かったが、父親が失踪したような奴とは関わるなと親から言われていたようだ。当時は辛かったが仕方ないと思う。ただ、それでも仲良くしてくれていたのがクラスメートのトシヤだ。トシヤはいつも俺の心配をしてくれていた。
それに同じくクラスメートの良平も話しかけてきたが、こいつは俺のことが心配とか友達だからとかそういう理由で話しかけてくるわけではない。こんな奴なら話しかけて来られない方がマシだ。良平は人の弱みを握っては見下して笑うタイプで。お前中卒になるの恥ずかしくて生きていけなくない？高校に行く金もない貧乏人っているんだな。と思いっきり笑ってくる。さらに、俺みたいに金持ちの家に生まれると何の苦労もしなくていいんだよ。親父は一流企業にいるし、俺は将来安泰だな。と家族のことまで持ち出してバカにしてきた。怒りはこみ上げてきたが、その頃の俺に言い返す気力はなかったのだ。良平は誰にでも嫌味を言う男で、今まで俺は良平が嫌味を言っている友人たちを助けてきた。正義感というか、単に良平が嫌いで、見ていて不快だったからだ。良平も俺を嫌っていたから、俺の父が失踪したと噂になると即座に嫌味を言ってきたというわけだ。友人たちは良平に辞めるように言ってくれていたが、良平はニヤニヤとして俺への嫌味を辞めることはない。そのまま卒業になったので、良平とは二度と会いたくないと思っていた。俺はその後アルバイトを掛け持ちしながら、高卒認定を取り大学に合格。アルバイトも勉強も全力投球した。その頃には母もパート先で正社員として雇ってもらい、少しずつ余裕のある生活ができていたのだ。俺は大学を卒業し、今は銀行員として働いている。そこで知り合った女性と結婚。母の住む近くに新居を構え、今では小学生の息子が二人いる。そんなある日、中学の同窓会の知らせが届いた。父が失踪するまでの楽しかったことを思い出す。卒業時は辛かったが、もう傷は癒えたし、また同級生と話ができたらと思い、同窓会への参加を決めた。同窓会当日、俺は妻に選んでもらった服を着て会場に向かった。中に入ると懐かしい顔ぶれが揃っている。おい、ゆうきか？と声をかけてくるのは、当時も俺を心配してくれていたトシヤ。昔のようにワイワイと話せるのがとても楽しい。すると一人が、そういえば良平って父親の会社にコネ入社したらしいぞと言い出す。良平の姿は会場になかったから、一流企業勤めは忙しいんじゃないの？とトシヤは鼻で笑う。良平は私立大学を卒業後、父親の働く一流企業にコネ入社したそうだが、あの性格は相変わらずのようだ。地元で働いていると、関わりのある友人もいて、なんとなく良平の情報が入ってきた。俺は良平の働く会社名を聞いて、眉を潜める。そんな俺の肩をトシヤが叩いた。ゆうきは何やってるの？俺が名刺を出すと、その場にいた同級生たちで名刺交換が始まった。みんながいろいろな分野で働いている。しばらく仕事や家庭の話をしていると、おい、ちゃんと会費払ったのかよ。と、突然後ろから肩をつかまれた。振り返って目に入ってきたのは良平の姿だ。友人たちの空気が一変する。俺は、当たり前だろ。会費払わないで入るやついるかよ。と言うと、良平は俺を見て笑ってきた。お前みたいな貧乏に会費払うの厳しいだろ？中卒はどこの三流企業で働いてんの？ああ、就職なんかできないか。もしかしてバイト掛け持ちとか？うわ、ありえねえ。良平はこれでもかとバカにしてくる。トシヤが良平を止めようと、お前な！と、間に入ってくれようとしたが、俺は止めた。普通に働いているから大丈夫だ。俺がそう言うと、良平は俺を見下して。奇跡だな。ま、俺みたいな一流企業勤めとは、
生活が天と地ほど違うだろ?と言い、俺に名刺を投げつけてきた。俺は、その名刺をまじまじと見て部署を確認する。良平はニヤニヤしながら言った。誰もが知ってる企業だよ。すごいだろう。すると、輪の中にいた同級生が、どうせコネ入社だろ、と言う。良平は、そいつを睨みつけた。はあ?俺の実力だし、羨ましいからってそんなこと言うなよね。良平は、中卒の俺をどこまでも見下していて。で、勇気は何の仕事してるんだよ。と、ニヤニヤしながら言ってきた。俺の勤め先でも聞いて、馬鹿にしようという魂胆だろう。そこで俺は自分のスマホが鳴っていることに気づいた。ああ、ごめん。ちょっと出てくる。と友人たちに言って会場を出る。仕事の電話だった。電話が終わり、また会場に戻ろうとすると、良平が入り口で俺に向かって手を出してきた。ああ、何?と俺が言うと、良平はニヤニヤしながら、会費、ちゃんと払えよ。という。俺は呆れながら言った。今俺が電話をしに出ていくところ見てただろ。なんでまた払わないといけないんだよ。良平は、会費を払わない人は入れません。とふざけている。受付に座っていた同級生が名簿を見て、ゆうきくんはさっき払ってるから大丈夫だよ、と言うと、良平は会費を預かっているところから1万円札を奪った。俺も受付の同級生も困惑する。これが勇気の会費だな。と言い、良平はなんとその1万円札を破ったのだ。そしてニヤニヤしながら俺を見下してくる。貧乏人様、この意味わかる?信じられない行動に周りにいた同級生たちもこちらを見ている。何が貧乏人様だ!と俺が言うと、良平は腹を抱えて笑う。どうせ中卒でアルバイトの掛け持ちだろ?俺よりも労働時間が長いのに、俺よりも収入が少ないなんて、かわいそうだなと思って。俺なりに働き詰めの貧乏人を敬ったつもりだよ。俺はため息をついて。貧乏人の俺は、これ以上ここにいるなってことか?1万円札を破るなんて、人間性疑うな。と言うと、良平はにやりとした。だって、お前みたいな貧乏人が持ってる1万円札、汚いだろ。貧乏人の持ち物なんてみんな汚いんだからさ。周囲はますます引いている。その時、トシヤも出てきて、おい、何やってんだよ!と言う。良平はどこまで、俺のことを貧乏だと見下したら気が済むんだ。怒りがこみ上げたが、俺はあることを思いつき、満面の笑みを見せる。眉を潜める良平。俺は笑顔のままスマホを取り出し、電話を始めた。そして、電話がかかると、俺はすかさず、ああ、社長。23億の融資は、キャンセルで。と話す。良平の眉がピクリと動いた。俺は電話の相手に言った。社員教育もよろしくお願いしますね。御社の経理部に、コネ入社で入った良平っていますよね。俺が再度、良平のフルネームを電話越しに伝えると。良平は一瞬で青ざめる。え?そして慌てた表情で言った。おい、誰に電話してるんだよ!良平は俺のスマホを取り上げようとしてくるが、俺は素早く電話を切る。良平は俺につかみかかり。おい、どういうことだよ!お前、誰に電話してた?勇士ってなんだよ!と、矢継ぎ早に質問をする。答える義務はない。と、俺は突っぱねた。しかし、良平は食らいつく。23億って、
うちが今必要としている融資の額だぞ。どうしてお前なんかが。そう言うと、トシヤが口を挟んだ。お前なんかが、とか言わない方がいいぞ。自分に返ってくるからな。と言って笑っている。俺も一緒になって笑い、種明かしをすることにした。名刺を出して、良平に渡す。すると、良平は分かりやすいほど青ざめた。お前が、銀行員で支店長？しかも、うちの取引先じゃないか。俺は、笑顔で答える。さすが経理部。経理部長が連日、うちに融資の相談に来てるよ。うちは渋ってるんだが、この間は社長も来た。俺支店長だから、ずっとその相談に乗ってたんだ。お前の会社、最近経営状態まずいよな。この融資が受けられないとかなり厳しくなるらしいけど。お前の暴言のせいで、融資はやめることにするよ。1万円という大金を破り捨てるなんて、正気だとは思えない。良平は顔面蒼白で、嘘だろと呟いている。トシヤが隣で笑いながら、そんな手の込んだ嘘ついてどうすんだよと言った。俺もうなずき。良平を騙すためにこんな名刺作るかよ。お前に嘘をつくために、お前の勤務先を調べて、会社の経営状態や取引先を調べて、俺が支店長だっていう名刺を偽造したとでも言いたいの？という。良平は黙った。嘘だと思うなら、お前のところの社長に確認してもいいし、うちの銀行に問い合わせてくれても構わない。俺が言うと、良平は口を開く。だって、お前、中卒だろ。震える声で言うので、俺はにやりと笑う。高校に進学できなかったからって、一生中卒でいなければいけないなんて決まりはないだろ？俺は、あれからアルバイトをして、高卒認定を取り、大学を卒業してから銀行員として働き始めたんだ。良平は目を丸くする。トシヤがうなずきながら口を開いた。勇気は昔から頭良かったもんな。俺なんて勇気が勉強を教えてくれなかったらどうなってたか。俺はそんなこともあったなぁと笑う。そこでトシヤが言った。勇気って地元の雑誌に取り上げられたこともあるんだぞ。異例の速さで支店長に出世したって。中卒だったが努力して大学まで出たとも書いてあったな。俺、たまたまその記事見て、さすが勇気だって思ったんだよ。そういえば、少し前に支店長になった時、地元の雑誌の取材に応じたことがある。大して見ている人なんていないだろうと思っていたけど、トシヤが見てくれていたのか。俺は嬉しくなった。良平は、愕然としている。トシヤは、言いたいことを言い終えたようで、そろそろお開きだし、二次会行くか。と、俺に、他の友人にも声をかけ始める。すると、良平は、俺の腕を掴んだ。おい、ちょっと待てよ。融資がキャンセルってことは、俺どうなんの？青い顔で言ってくるので、俺は鼻で笑う。は、知らないよ。社長にはお前の名前を伝えたし、会社に行けば、何かしら言われるんじゃないの？俺のところにもまた連絡が来たら、今日の出来事、お前に言われたことを伝えておくよ。良平は、俺にすがってきた。困るよ。俺、実はこの間もやらかしちゃって、次はないって部長からも言われてるんだ。親父からは自分の顔に泥を塗ったってすでに怒られてるし、もうかばえないって言われてる。それに、融資が受けられなかったら、うちの会社はどうなるんだよ。俺は、良平の腕を振り払いながら言った。だから、知らないって。うちから融資が受けられなくても、他に融資してくれるところがあるかもしれないだろ。
うちはもう融資しないっていうだけだ。それでもまだ良平はすがりつく。そこをなんとかしてくれ。俺の友人が支店長だったって部長に言って、うまく融資してもらえたとなれば俺の株も上がるだろ。そしたら俺も会社に安くなるし、新しい仕事だって任されるかもしれないと、めちゃくちゃなことを言う。俺はため息をついた。ああ、あのな、友人だからって融資するか決めるわけじゃないんだ。こっちだって商売なんだから、将来性がない会社に融資はできない。お前みたいなお金を大切にできない奴が経理部にいるなんて、せっかく融資してもどう使われるかわからないからな。良平は口を開きかけたが、俺は遮って続ける。もともとお前の会社への融資は無理だと結論が出ている。でも、どうして元社長が直々に頭を下げてきたから、俺の方でもどうしたら融資できるのか考えていたんだ。その努力をお前は無駄にした。それに、そもそも俺とお前は友人じゃなくてただの同級生だ。トシヤが横から、さすが支店長と無駄なヤジを飛ばす。良平は顔面蒼白で愕然としているので、俺たちは良平を放って二次会に出た。翌日朝からアポなしで良平を連れた社長がやってきた。社長は頭を下げて融資をキャンセルした理由を聞いてくる。良平は実は俺と同級生で昨日同窓会で会ったと言ったそうだ。俺が良平の勤め先を知ると、良平を嫌っている俺が市場で融資をキャンセルする電話をいきなり社長にしたと、良平が社長に説明したらしい。まあ、俺としてはそれでも問題ないが、社長は良平を疑っているようだ。彼はコネ入社で入ったので、ある程度多めに見ていたのですが、あまりにもひどいと部長から報告を受けまして、さすがに私も処分を検討していたんです。と、社長は俺に言う。良平が動揺した顔で社長を見たので、きっと良平は自分がそこまでの扱いになっているとは知らなかったのだろう。俺にまで良平の動揺が伝わってきた。俺は社長に昨日のことをすべて話し、最後に、あまり公私混同したくはないのですが、さすがに人としてどうなのかと思いまして。今後も彼と接点を持つというのは私としても気が重いんですよ。と言った。社長は難しい顔をして頭を下げて帰っていった。俺が窓口に戻ると従業員に声をかけられる。俺の知り合いだという人物が会いに来ているという。同窓会に来ていた誰かかと思い出てみると、なんと相手は俺の父親だった。地元の雑誌で俺の記事を見てここに来たらしい。勇気、大きくなったなと言うから、当時の謝罪にでも来たのかと思ったら、ただの金の無心だった。詳しい事情はよくわからないが、借金を重ねて失踪したのは事実らしい。借金取りから逃げ回っているらしく、わざわざ借金取りの情報まで俺に見せて、自分の連絡先を無理やり握らせてきた。俺の父親は、もういません。と、きっぱり言ってやる。父親が帰った後は、今日はついてない一日だとため息をついた。後日、良平がクビになったと社長から連絡が来た。日々の勤務態度や就業状況が問題になっていて、コネ入社だからといって甘やかさない方針にしたそうだ。それが本来のあり方だろう。良平がクビになったことは、うっかり俺が話してしまったこともあり、同級生の間ですぐに広まった。同級生の目撃情報によると、良平は深夜のコンビニバイトをしているらしい。一気に老け込んでいて、名札を見るまでわからなかったという。就職できずにアルバイトなんてありえないと言っていたのに、自分がそうなってしまったようだ。ざまあ見ろ、と俺は思わず口に出した。そういえば、父は無理やり俺に連絡先を渡してきたので、父の実家に連絡したところ、父の兄が捕まえ、実家に引き取られたそうだ。
父の兄は俺が連絡したことで当時の父の行いを知ったと言い、父を責任持って働かせ、母に仕送りをするよう約束してくれた。実際に母には仕送りがされている。でも、俺はあいつを父親だとは思っていない。俺の親は母だけでいい。俺の妻も母のことを慕ってくれているし、良好な関係を築いてくれている。俺に新しい家族ができた時に母も喜んでくれたし、これからも母には元気でいてもらいたい。もちろん妻にも感謝しているし、これからもこの幸せを守っていこう。四流企業のくせに威張るなよ。大手菓子メーカーの課長、近藤は俺のことをいつものように見下してくる。今まで何を言われても大事な取引相手だと思い我慢してきたが、もう限界だった。俺は近藤に反撃することを決意したのだ。俺の名前はまさし、33歳。大学卒業後、大手玩具メーカーに就職したが、28歳の時に退職し、かねてから考えていたおもちゃ会社を設立した。おもちゃ会社といっても、マンションの一室を借りただけの簡易的なものだ。しかし、俺にとっては夢の城だった。設立当初から同じ大学だった優也と一緒に二人三脚で頑張ってきた。今年で起業して5年になる。小さいながらも設立当初から他にはないユニークなおもちゃを開発してきた。思うようなおもちゃを作り上げることができず、資金だけが減っていく時期もあったが、今はその時期を乗り越えることができたと思っている。それもこれも、俺をサポートしてくれている両親の存在が大きい。両親はどんなことがあっても、俺のそばで優しく見守ってくれた。そのおかげで、俺はおもちゃの開発に打ち込むことができたのだ。開発したおもちゃは、周りからの評判も上々で、最近では大手菓子メーカーからの取引依頼があり、コラボ商品を作ることになっている。大手菓子メーカーとコラボ商品を作ることは、会社設立当初からの俺の夢でもあった。俺はコラボ商品のおもちゃ開発をとても楽しみにしていたのだ。すべてが怖いくらいに順調に行き始めた頃、コラボ商品を一緒に作る大手菓子メーカーの課長、近藤が俺の会社にやってきた。近藤はいかにも高そうなスーツに身を包んでいる。マンションの一室にあるオフィスに入ってくるなり笑い出した近藤。俺はなぜ近藤が笑っているのかわからない。どうされましたか？不思議に思い尋ねると、近藤は俺を睨み始めた。そして、こんな四流企業と俺の会社が取引するなんて信じられん。ここは本当に会社なのか？と言い始めたのだ。四流企業？俺の会社が大きくないのは事実だが、だからといって四流企業という言い方はひどい。なんて失礼な人なのだろう。こんな人と取引をすることになるなんて大丈夫なのか？不安でいっぱいになった。しかしこの時はきっと大丈夫。せっかく掴んだチャンスを逃すものかと自分に言い聞かせて笑顔で対応したのだ。近藤さんの会社と比べるとだいぶ小さいですよね。自分の笑顔が引きつっているのを感じたが、ここで不適切な対応をしてコラボ商品がなくなってしまったら大変だ。近藤は俺の言葉を聞いて鼻で笑っている。そして挨拶が済むと早々にオフィスを出て行った。それを見て俺は心の片隅で嫌な予感がした。しかしこの嫌な予感が当たることになるなんてこの時の俺は予想していなかったのだ。俺の会社と近藤の会社はコラボ商品作成に向けて大事な会議をすることになった。会議当日、
オフィスで資料を用意して待っていた俺とマサシ。事前に用意するものを何度も確認して、不備がないように気をつけた。しかし、待てど暮らせど、近藤は現れない。ここに来る道中に事故に遭ったのではないかと心配になった俺は、近藤の会社に電話をした。すると、近藤本人が電話に出たのだ。あれ？今日だっけ？忘れていたよ。近藤は悪びれる様子もなく笑い出した。この人は一体何を言っているのだろうか。俺は言葉を失った。今日は商品開発をするための大切な会議だったのだ。遅れても大丈夫ですので、オフィスで待っていますね。怒りで震える声を抑えながら声を振り絞った。しかし近藤は面倒そうに、今日これから違う企業との会議があるから、また今度な。と言い出した。俺の会社との大事な会議をすっぽかして、他の企業を優先するなんて信じられない。会議に来れないのだったら、前もって連絡をするのが社会人としての常識だろう。俺は我慢ができず、思わず大きな声を出してしまった。この会議は商品開発をする上でとても大切な会議でした。もし来れないのだったら次回から連絡をしていただけますか？すると一瞬の沈黙の後に近藤がため息をつき始めたのだ。俺は当たり前のことを注意しただけだったのだが、近藤は何やら怒っている。四流企業の君の会社とは違って俺の会社は忙しいんだ。俺のような会社が君のような会社と取引をしてあげているんだから感謝しろよ。近藤は開き直って切れ始めたのだ。散々な言われようだな。俺の会社は近藤の会社のようには大きくはないが、それなりに誇りを持って仕事をしてきた。それを見下すような発言は許せない。俺はだんだんと耐えきれなくなっていた。信じられないことに、近藤はその後も会議を何度もすっぽかした。理由は他の企業の会議とダブルブッキングをしてしまっていたり、近藤の気分が乗らないからという何とも身勝手な理由からだ。近藤の自己中心的な行動により、予定していた計画がすべて白紙になってしまった。これには普段は俺の言うことに従順で、穏やかな優也が怒り始めた。社長、このまま近藤さんと契約を続ければ我が社には大ダメージです。優也の言葉に俺はうなずくことしかできなかった。本当にその通りだ。近藤は会議に出席はしないし、書類提出の期日も守らない。挙句の果てに俺の会社を四流企業と言って見下してくる。果たしてこのまま取引を続けて、コラボ商品を作ってしまっても大丈夫なのだろうか。俺は静かに考えていた。その時だった。優也が会社の受話器を俺に渡してきたのだ。近藤さんからです。タイミングよく近藤からの電話だった。近藤は早口で話し始める。明日時間ができたから商品開発の会議をしよう。上司から早くするように言われているんだよ。俺は思わず聞き返してしまった。はい？明日ですか？随分急な提案だった。明日は予定が入ってしまっていて無理だ。明日は難しいですね。俺が申し訳なさそうに言うと、急に近藤の口調が変わった。早口だった言葉がさらに早口になり、怒鳴り声に変わったのだ。おい、四流企業は俺の会社を優先するのが当たり前だろ。何を考えているんだよ。とりあえず明日は開けておけよ。近藤の怒鳴り声に耳が痛くなった俺は、思わず受話器を遠ざけていた。俺は怒りで手が震える。今まで近藤の会社との取引を第一に考えて計画してきた。それなのに会議をすっぽかしてきたのは近藤の方だ。それを
あたかも俺が悪いというような言い方をする。もう我慢の限界だった。俺が無言のままでいると、近藤は嫌な笑い声を出して。四流企業はいつ契約切ってもいいんだぞ!と言ってきた。俺の返事は決まっている。迷わずに、同感です。契約終了で。と答えた。すっきりした。心の中に突っかかっていたものがやっと取れたようなすがすがしい気持ちになったのだ。すると近藤は、あ?と言って拍子抜けしたような声を出した。やはり私たちと近藤さんの会社とではうまくコラボ商品を作ることができないと思います。短い間でしたがありがとうございました。俺は怒りで頭の中がいっぱいになっていたが、怖いくらいに冷静だった。最後はきちんと挨拶して終わりにしよう。そんな気持ちだった。すると近藤は、おい、いいのか?後で泣きついてきても遅いんだぞ!もう一度考えるチャンスをやるよ!と言ってきた。俺は静かに、もう大丈夫です。と返事をして電話を切ったのだ。近藤の会社と契約を終了させて、しばらく経ったある日のこと。契約終了したはずの近藤から100件を超える鬼電が入った。今更何のためだろう。どうせくだらない内容に違いない。俺は仕事が忙しくずっと無視をしてきた。すると会社のインターホンが激しく鳴ったのだ。俺は電話中だったため、ゆうやが会社の扉を開けた。ゆうやは驚きの声を出す。扉の前にいたのは怒った顔をした近藤だったからだ。近藤は俺の会社にアポも入れずにやってきた。そして俺のインタビュー記事が掲載されている雑誌を握りしめ、一体どういうことだ?とわめいているのだ。近藤が握りしめている雑誌には俺の会社の名前が大きく掲載されていて、今注目の企業と書いてある。そして近藤の会社とは違う菓子メーカーとのコラボ商品が雑誌で紹介されていた。実は俺は近藤の会社との契約を終了した後に新たに違う菓子メーカーと契約をして菓子とおもちゃがコラボした商品を開発していたのだ。そしてこの菓子とおもちゃがコラボした商品が面白いと雑誌の会社からインタビューを受けていた。ここの部分は一体何なんだ?嘘ばっかり書くんじゃないよ!近藤は雑誌のある部分を指さして鬼のような形相で俺を睨む。近藤の指さした先には近藤が勤める大手菓子メーカーとの契約がうまくいかなかったので違う菓子メーカーのお菓子とコラボさせたと書いてあった。俺は雑誌の記者に正直に話しただけだ。契約は順調だったが、君が契約終了を一方的に言ってきたのではないか。近藤は納得がいかない様子でわめく。しかし、そもそも近藤の態度が良くないために契約は終了している。俺のせいではなく、近藤自身のせいなのだ。会議をすっぽかしたり、俺の会社を四流企業と言って見下してきたのは近藤さんですよ。これは契約違反に値します。俺は怒りを抑えきれずに大きな声を出した。すると近藤は舌打ちをし始める。俺の顔から目を離さず。この雑誌の契約がうまくいかなかったという部分、訂正するか削除しろ。削除しなければ君の会社がどうなっても知らないからな。俺は自分の耳を疑った。一体この人は何を言っているのだろう。これではまるで脅迫のようではないか。そばで俺と近藤のやりとりを見ていた優也は思わず大きな声を出す。近藤さん、今更僕たちが何を言っても雑誌の内容を取り消すことはできませんよ。契約終了は近藤さんのせいです。もう我が社に関わるのはやめていただきたい。
ゆうやの声は怒りで震えていたが、はっきりとしていた。すると、近藤も負けじと大きな声を出す。ますます顔を真っ赤にして、ゆでだこのようだ。契約を一方的に終了させてきたのは君たちだろ？四流企業は相手の気持ちも考えることができない無能集団なんだな！ダメだ。近藤に何を言っても伝わらない。それどころか、近藤の大きな声はマンション中に響き渡り、お隣さんが扉を開けて何事かとこちらを見ている。近藤は本当に迷惑な人だ。しかし、もう契約も終了しているし、これ以上関わる必要はないだろう。俺は優也に合図をして近藤を追い払おうとした。しかし近藤は、この雑誌のせいで俺は上司から睨まれているんだよ。この部分を削除するだけでいいからしろよ！と言って聞かない。するとその時、近藤の部下、伊藤が走ってやってきた。近藤は驚いた顔をしている。近藤課長、帰りましょう。会社で近藤課長がこちらで騒いでいると大事になっていますよ。伊藤は息を切らしながら近藤に必死に話しかける。近藤は顔を真っ青にした。なぜ俺がここにいることをみんなが知ってるんだ。俺は誰にも言わずにここに来たんだぞ。近藤の言葉に伊藤は俺たちの顔をちらりと見ている。もしかして君たちが会社に連絡をしたのか。そんなに俺を陥れたいのか。なんてことをしてくれたんだ。近藤は慌てふためいている。実は脅迫まがいのことを言われて帰れと言っても帰らない近藤を返すために、優也が近藤の会社に電話をしてくれたのだ。伊藤は全身の力が抜けてフラフラしている近藤の荷物を持ち、近藤の背中を押す。さあ、近藤課長、行きますよ。そして伊藤はこちらを向いて深々と頭を下げた。近藤がご迷惑をおかけしてしまい大変失礼いたしました。後日また挨拶に伺います。俺と優也に謝る伊藤を見た近藤は、下打ちをして帰っていった。二人がいなくなったのを確認して、俺は思わずため息が出る。あんな人が上司だと部下も大変だな。しばらくして、この雑誌がきっかけとなり、俺の会社は注目を浴びるようになった。そして、俺の会社が開発したおもちゃ付きの菓子が爆発的に売れて、ミリオンセラーを記録したのだ。連日、俺の会社には商品の問い合わせの電話が絶え間なく鳴り響く。今まで、優也と二人でこの会社を切り盛りしていたが、もうこれ以上は無理そうだ。俺は新たに多くの社員を雇った。毎日新しい商品を開発したり、商品対応の仕事をこなしている。そんなある日のこと、一本の電話が鳴り響く。それは近藤からだった。近藤は以前のように早口で話し始める。正式にもう一度コラボ商品を作らないか？社長もこの案にノリノリなんだよ。は？この人はまた何を言っているんだ？無理に決まっているではないか。俺はだんだん腹が立ってきた。今さら何を言っているのですか？もう何を言っても遅いですし、俺は近藤さんの会社と取引するつもりはありませんよ。俺がそう言い放つと、近藤はいつもとは違い黙り込んだ。いつもだったら逆切れして大きな声を出してくるのに、今日はどうしたのだろうか。少し調子が狂った。すると近藤は俺にすがるような声を出してきた。そんなことを言わずに取引しようぜ。俺の会社と取引をしたら、君の会社はますます注目を浴びることになるではないか。な、そうしよう。俺の会社の社長もぜひそうしてほしいと思っているんだ。この取引がうまくいかないと、俺も昇進できないんだよ。そうか、なるほどな。近藤が必死なのは昇進がかかっているからなのか。しかし、近藤に何と言われようと、俺の気持ちは揺らぐことはない。もう
あのような気持ちにさせられるのはこりごりだったからだ。近藤さん、もう無理です。取引はしません。約束を守れなかったり、人を見下すような企業の人とは取引したくないです。俺の言葉に電話口の近藤は涙声で、そんなことを言わずに頼むよ。今度は約束も守るし、言葉遣いも気をつけるから、お願いします。と懇願してきた。こんなに俺にお願い事をしてくる近藤は初めてだ。でも今さら懇願されても俺の気持ちは変わらないし、自分の昇進のことしか考えない人とは一切関わりたくない。ミリオンセラーの商品を開発した俺の会社と取引を従っている会社はたくさんあるのだ。俺はこれでよかったんだと自分に言い聞かせ電話を切った。その後、近藤の横暴な態度をよく思っていなかった部下からの内部告発により、近藤の得意先への見下し発言、アポのすっぽかしなどが明るみになり、降格処分に。近藤が撒いた種だ。自業自得だろ。近藤の会社で新たに課長になったのは、あの時、近藤を引き取りに来てくれた伊藤だった。伊藤は課長になった後に、近藤の度重なる態度を謝罪するために、俺の会社を何度も訪れてくれたのだ。プライドの高い近藤は、元部下の伊藤が上司になったことが気に入らず、会社を休みがちになってしまったらしい。自主退職をするのも時間の問題だと伊藤は言う。伊藤と話すうちに、伊藤の出身地が俺と同じ田舎だということが分かり、だんだんと仲良くなっていった。そして何度か一緒にバーベキューをするうちに意気投合し、一緒にコラボ商品を作ることになったのだ。伊藤は俺の会社をリスペクトしてくれて、約束をすっぽかすこともない。話はトントン拍子に進み、俺と伊藤は素晴らしいコラボ商品を作り上げることに成功した。今まで以上の利益を生むことができたのだ。初めから近藤ではなく、伊藤が担当だったら何かが違っていたのかもしれない。もう今となっては後の祭りだが、近藤は今の状況を見て何を思うのだろうか。近藤には今後、自分を大事にするように他人のことも大事にしてほしいと切に願う。俺はこれからもこの会社を守り続けて、みんなに誇れるような社長でありたい。お前、また残業してるのか？新しく来た部長は定時を過ぎてもデスクにいた俺に声をかけてくる。ああ、はい。これが終わったら帰ります。そう答えると、部長は鼻で笑った。じゃあ今、タイムカードをしておくから。あとはサービス残業な。残業が多いと俺が上から言われるんだよ。と言って、本当に俺のタイムカードを押してしまった。部長のくせに、どうして俺の仕事の重要性がわからないんだ。俺はこの部長に、なんとか仕返しをしてやりたいと思っている。俺の名前は涼介。45歳の会社員だ。俺の両親は教師で、俺はそれなりに厳しくしつけられた。でも、それを苦に思ったことはない。むしろ、礼儀を叩き込まれたことや、勉強を教えてくれたことには感謝している。周りからは、俺も当然教師になるのかと思われていたが、俺は一般企業に就職をした。もともとは小さなインテリアメーカーにいたのだが、今の会社の社長に声をかけられて、もっと大きなインテリア部門のある会社に転職をした。今までにない大きな仕事ができるようになったし、給料も上がったのだが、会社が大きくなると人間関係も複雑になる。社長は俺を可愛がってくれていて、いずれ出世させたいと言ってくれていた。しかし、年功序列のこの会社では、周りの目があるから、もう少し年齢を重ねるまでは、今の立場で我慢してくれという。まあ、ボーナスは弾んでいるし、特に不満はなかった。それなのに、上層部の間で揉め事が起こったらしく、社長が辞任することになってしまった。そして、体制や社内の雰囲気が変わったのだ。
新しい社長は元専務。前社長のやり方では先が見えないと言って、まず管理職を一新した。新しく俺の上司になった部長は小原と言い、とにかく経費削減に力を入れている。無駄な経費は減らせよ。無駄な人員もカットするからな。と笑いながら言ってくるのだ。うちの部署はどちらかというと人手不足。長年勤めていたパートさんは、小原が来てからパートだから仕事を適当にやっているとか、パートのくせに生意気だなんて言われ、怒って辞めてしまった。仕事のできる人だったのに、小原はパートという立場だけで決めつけたのだ。俺たちは何度も小原に注意したし、パートさんの重要性も伝えたのだが、小原は鼻で笑うだけ。おかげでさらに仕事量が増えてしまった。ある日、俺が定時になっても仕事をしていると小原に言われた。お前いい加減残業削れよ。でもパートさんが辞め、他の社員も最近になり辞めてしまったので、人数はカツカツだ。俺は今までも残業が多い方で、月72時間くらい残業をしていたのだが、今はもう少し増えている。今までは社長のために会社に尽くそうと思って頑張っていたが、現在のこの会社には尽くしたいと思えない。しかし、仕事量は同じで人が減ったので、残業しないと物理的に追いつかないのだ。小原に何度言っても、お前の仕事が遅いだけだろ、と鼻で笑われる。俺だって早く帰りたいし、残業したいわけじゃない。仕方なく残業しているだけなのに、どうしてそんなこと言われないといけないんだ。しかも小原は、俺が残業していると、あとはサービス残業だと言い、勝手にタイムカードをしてしまう。同僚も同じことをされていて、これは訴えてもいい案件じゃないかと話し合ったが、小原は新社長が連れてきた人間だし、果たして今声を上げるのが得策なのか。もうすぐボーナスの時期でもあるし、ひとまず様子を見ようと同僚とも話した。ただ、小原にどんな態度を取られても、後から何か言われるのは嫌なので、仕事はきっちりやろうと決めたのだ。ある日、取引先の対応が忙しく、どうしても残業しなければいけなかった。一応、小原に説明しておくかと思っていたのだが、小原はその日、朝から外出していて話をする暇がない。小原が定時間際に戻ってきたのだが、俺はすでに取引先の対応に入っていたので、小原に説明をする時間がなかった。俺は電話とメールでの対応に追われて定時を過ぎてしまう。小原が俺を睨みつけているのは分かっていたが、取引先の方が優先だ。そう思い、とにかく対応を急いだ。2時間ほど残業をすると小原の姿はなく、俺はそのまま会社を出る。すると会社のビルを出たところで声をかけられた。お前どんだけ仕事が遅いんだよ。その声は小原だった。しかも顔が赤く酒臭い。どうやら会社のビルの1階に入っている立ち飲み屋で酒を飲んでいたようだ。残業するなって言ってるのがわからないのか？無駄残業されても困るからここで張ってたんだよ。そこで小原は自分の腕時計を見る。2時間以上残業してるじゃないか。まさか残業代つけてないだろうな。俺は酒臭さに眉を潜めながらも、タイムカードは出る時に押しました、と言った。小原はため息をつく。それがまた酒臭さを増した。だから残業が多いと俺が言われるんだよ。俺の身体にも響くんだからいい加減にしろよ。俺は日頃の鬱憤が溜まっていたので、思わず言い返してしまう。無駄な残業をしているわけではありません。今日の残業も。と、内容を説明しようとしたが、
小原に遮られた。今日の残業は私の力不足で仕事が遅いため残業になってしまいましたってとこか。小原はバカにしたように笑う。俺はカチンと来て言い返そうとしたが、こんな酔った状態の小原に反論してきちんと覚えているだろうか。ここは聞き流してまた会社で何か言われたら説明をする方がいいかもしれない。そう思ったので何も言わなかった。すると小原は俺を指さして笑う。言い返すこともできないなんてお前終わってるな。仕事の遅い奴はさっさとやめればいいんだよ。そうだな、お前クビだ。残業代目当ての給与泥棒はクビ。わかったな。ここはいくつもの会社が入っているビルなので、ビルから何人もの人が出ていく。小原の声が大きいからか、出ていく人たちがこちらをチラチラと見ている。恥ずかしいし早く帰りたいと思ったのだが、さすがにクビとまで言われて、はいそうですかというわけにはいかない。私がクビですか？俺は小原にそう聞き返した。小原はうなずく。そう言ってるのがわからないのか。俺はそこでスマホを出した。後から言った言わないという争いをしたくないので、ボイスレコーダーで録音させてもらえますね。小原は俺の手元を見て鼻で笑う。お前自分が無能っていう証拠を自分で残すのかよ。俺は小原の言葉には反応しない。私をクビにする理由は何ですか？そう問い詰めると小原は答えた。クビにする理由、お前は仕事ができず残業ばかりするからだ。前から言っているが改善されないだろ。会社は不利益を被っているんだ。俺は反論する。ですから残業の理由は説明していますよね。パートや社員がいなくなり、残っている社員の負担が増えているんです。それに今は大きなプロジェクトも進行しているので、どうしても残業が増えてしまうんです。小原はまたため息をつく。そのくらいの仕事ができないならうちの会社にはいらん。俺はこんな状態の小原に話しても意味がないと思っていたが、さすがにその態度に頭に来て言い返してしまった。部長が私をクビにするということですよね。そんな権限をお持ちなんですか？それにいつからクビだと言うんです？小原は酔っ払って赤くなった顔をさらに赤くさせて大きな声を出す。明日から来なくていい、クビだ。道行く人がぎょっとした顔でこちらを見ている。俺は居心地が悪いし、もう小原と話しても意味がないと思い、わかりましたと言って小原に背を向ける。このまま帰ろうかと思ったが、やはり仕事は仕事、取引先に迷惑をかけるわけにはいかない。仕事の引き継ぎを小原に口頭で説明すると小原は笑う。お前ごときの仕事は引き継がなくても大丈夫だろ。そう言われたが、俺は細かいことまで話した。小原は嫌そうな顔をしていたが構わない。そして口頭で引き継ぎを終えると、俺は心置きなく歩き出した。翌日、思いがけない休日となった俺は趣味の釣りに出かけた。向かっている途中で小原から、遅刻だぞと連絡があったが、昨日クビだって言いましたよね。明日から来るなって言われて、上司の命令に逆らうこともできなかったので会社には行きませんでしたときっぱり言う。小原は昨日のことを覚えていないのか、仕事のできない奴はもう来るなと言って電話を切った。その後海に出てしまったのでスマホは確認していない。夕方に着信がバンバンあったようだが、俺は釣りから戻ってくるまで放置していたのだ。それに電話の要件は想像がつく。俺は家に帰ってから同僚に連絡をした。すると同僚は笑っている。
部長の顔をお前にも見せたかったよ。というので会社の様子を聞くと、同僚は笑いながら教えてくれた。実は俺が昨日残業して連絡を取っていた取引先は海外企業なのだが、最近担当者が変わってちょっとごたごたしていた。俺がずっと担当している企業でどんどん取引を増やしていって、うちの会社にとって主要な取引先と言える。小原にはここの担当者が変わったことや取引金額、取引の内容まで説明してある。海外企業なので資料を翻訳するにも時間がかかるし、時差もあるので打ち合わせなどでどうしても残業になってしまうことが多い。前社長は俺のことを気にかけてくれていて、この企業のことも知っていたのだが、今は誰も気にしていない。小原も、そんなのは仕事のできない言い訳だと俺に言い続けた。その海外企業が夕方、今日中に必要な資料が送られてきていないと連絡をしてきたそうだ。何度も連絡が来ているし、他の企業からも問い合わせが相次いだという。部長は、担当呼べと大きな声で言ったらしい。そこで、昨夜事情を話しておいた同僚が、昨日部長がクビにしましたが、と言ったそうだ。すると、部長は顔色を変えて、え？と固まった。同僚は、部長、涼介のことをクビにしたんですよね。昨日あいつから事情を聞きました。それに、この件のことは部長に話してあると言っていましたよ。と言うと、小原は慌て出す。俺は昨日クビ宣告をされた時に、今日の案件に関してはかなり大きな金額も動いているし、後のことは任せると小原に言ったのだ。丁寧に俺のパソコンのフォルダの場所も教え、今日やることも伝えている。でも、小原は、俺ごときの仕事は引き継ぎがなくても大丈夫だと言った。俺に非はない。万が一何か言われても、ボイスレコーダーという証拠もある。同僚は笑いながら、俺は事情も知っていたし、その時点で定時になったから、後のことは部長お願いしますって言って帰ってきたよ。青い顔で俺のことを止めに来たけど、俺はわからないし、残業するなと日頃から言われてるからって部長を置いて帰ってきたわ。と言った。俺もその場面を想像して笑ってしまう。翌日、俺は小原に呼び出された。行くかどうか迷ったが、このままだと俺が逃げているみたいだし、社長も同席するという条件で俺は会社に向かう。約束通り通された会議室には小原と社長が待っていた。どちらも俺を睨みつけてくる。だが俺は動じなかった。小原はもちろんこの社長のことも好きではないし、首を宣告された時点で見切りをつけたし、はっきり言ってこの会社に未練はない。まずは無断欠勤について話を聞こう。と社長が言うので、俺はすべて話した。無断欠勤ではありません。小原さんに、お前はクビだ。明日から会社に来るなと言われたんです。俺は小原をちらりと見る。小原は何の自信があるのか、勝ち誇った顔で俺を見ていた。俺は、その顔が気に入らなくて、一気に反論する。そんなことを言う上司がいるなんて信じられませんが、実際に私は小原さんから言われました。ボイスレコーダーで録音してもいいかと小原さんに確認し、録音してあるので証拠を出しましょうか。すると、小原は眉間にシワを寄せた。まさか、覚えていないのか？まあ、そんなこと俺には関係ない。俺はスマホを出して、おとといの音声を再生した。小原の勝ち誇った顔はみるみる崩れ、青くなる。社長が小原を見ると、小原は
慌てながら反論を始めた。俺はこんなこと言ってないぞ。お前の同僚が昨日俺がクビにしたとか言っていたが、俺が言ったのは無駄残業するならクビになる日も近いということだけだ。日頃から無駄残業しているからこんなことになるんだろう。そうは言っているが、どこをどう聞いても小原の声だ。そこからは押し問答が続いた。このボイスレコーダー偽物じゃないのか?と小原は言い始める。俺は、これは確かに小原さんが言いました。と言っているのだが、社長は顔をしかめたまま何も言わない。社長はどちらが正しいことを言っているのか分かっていないのだろう。この押し問答がいつまでも続くのは面倒だなぁと思っていたその時、会議室にノックの音が響く。社長に促されて入ってきたのは同僚だ。ここのビル監視カメラありますよね。そこに映っていると思いますよ。それにエレベーターに乗っていたら下の階の会社の人が、この間ビルの入り口にヤバい人がいたって話してました。多分小原さんのことですよ。と同僚が言う。小原は否定するが、俺はきっぱりと言う。往生際が悪いですよ。酔っ払っていたとはいえ、あなたが言ったのは事実です。もしそれでも否定するのなら、俺証人探しますよ。このビルから出ていく人はこっちを見ていましたから、証人なんてすぐ見つかるはずです。社長は小原をぎろりと睨み、小原は青い顔で震え始める。俺は、それと、以前から小原さんにサービス残業を強いられています。証拠の動画を見ていただけませんか?と社長に言い、同僚の撮影した動画も含めて社長に見せた。社長は小原に向かって、どういうことだ?と凄む。小原は言い訳を続け、この後に及んで俺のことを仕事ができないと言ってきたので、俺はピシャリと言った。残業が続いていたのは、海外企業の担当者が変わり、日本語があまり喋れない方になったので、俺が英語で対応していたんです。もともとは日本支社との取引でしたが、日本支社が撤退するとき、こことの取引は中止になりそうでしたが、俺が英語で先方を説得したんです。それで、俺の英語力なら大丈夫だと判断してもらい、俺が担当を続けることで取引も継続してもらいました。うちにとって主要な取引先なので、中止になるのは痛手でしたからね。とはいえ、他に英語ができる社員もいないので、任せられる人もいませんでしたし、資料も英語に翻訳していたので時間がかかりました。でも、それに見合う売り上げは上げていましたよ。まあ、俺はクビになったと担当者に伝えたので、取引の中止を考えると言っていましたけど、困るのであれば、小原さんが英語で説得してくださいね。俺の父は英語教師で、幼い頃から英語だけは勉強しておけと、英語を叩き込まれたのが役に立っていたのだ。後日、俺は弁護士を通して、不当解雇とサービス残業を訴えた。和解金と残業代をもらったので満足している。小原は、社長から首を言い渡され、社内で泣き崩れたそうだ。その後は、笑えるほど情けなかったという。その後のことは同僚も会社を辞めてしまったので知らないらしいが、売上の大部分を占めていた海外企業からは、取引を中止されたので、会社の経営もかなり傾いているようだ。さあまあ見ろ。俺は取引先だった海外企業の担当者からスカウトされ、今はそこで働いている。ここは残業代もボーナスもしっかり出るから、モチベーションも高く仕事ができているのだ。前の会社とは違った待遇に、俺は胸を躍らせている。これからは頑張れそうだ。平が部長の妻に逆らうな、100年早いのよ。うちの会社の総務部の部長夫人だぞと名乗った彼女は、何を思ったのか、魚介をトングで掴み、俺に向かって投げつけた。今まさに、
網の上で焼いている最中の魚介をだ。とっさに腕で顔をかばったため、手首に近い場所に魚介が直撃する。激しい腕の痛みに思わず片膝をつくと、足元にハマグリが転がっていた。ふっ、私を怒らせるあんたが悪いのよ。夫人は悪びれもなく笑う。食べ物を粗末にするなんて、大した部長夫人様ですね。俺が皮肉を込めて言うと、夫人と俺は睨み合った。俺は一ノ瀬、35歳。俺がまだ小学生の時に両親が離婚してから、母の故郷の港町で暮らしてきた。祖父が小さな会社を営んでおり、大学を卒業してからずっと、祖父のそばで商売がどういうものかを勉強してきたつもりだ。そんな俺は最近、都会にある中小企業の採用試験を受けることに。そうなったのには深い理由がある。今日はその中小企業が主催するイベントの日だ。広い会場を借りてバーベキューを楽しむ懇親会で、会の終わりに次期社長を発表するというもの。社員の中には家族と一緒に参加している人たちもいて、それぞれ団らんの時間を楽しんでいる。俺自身、まだあまり知り合いがいないため、いろいろな人と話してみようと、今日を楽しみにしていた。ちょっと、ホーリーた。この肉焦げすぎでしょう。この私に炭を食べさせようっての？ほんと使えないわね。和やかな空気に似合わない声が聞こえてきて、俺は声のした方に目を向ける。一人の女性が若い男性社員を顎で使っているようだ。少し注目してみると、取り巻きのような女性たちも複数人いて、彼女に倣って肉や魚介を焼かせ、飲み物を継がせるなど大きな顔をしている。男性社員がまるで召使いのようだ。周りの人間は女性たちの振る舞いにちらちらと目を向けながらも知らないふりをしていた。関わり合いたくないのだろう。なんであんたみたいなのが採用されたのかしら。夫にもっと人事に力を入れるべきだと言っておかなくちゃ。堀田と呼ばれた男性社員がミスをするたびに、リーダー格の女性が彼を罵倒していく。取り巻きたちも笑いながら彼女に同意する姿が見ていて不快だった。俺は思わず彼女たちに歩み寄り、リーダー格の女性と男性社員の間に割って入る。さっきからこちらの若い社員さんに雑用させたり怒鳴ったりしてますけど、どういうつもりなんですか？俺の登場に堀田が大きく目を見開いた。誰かがかばってくれるなんて思いもよらなかったらしい。あんた、私が誰かわかってるの？私はこの会社の総務部長夫人よ。他にもみんな相応の役職の奥様なんだけど。リーダー格の女性、夫人がふふんと鼻を鳴らすと、取り巻きたちも腕を組んで俺を睨みつける。だからなんです？それが人を顎で使っていい理由になりませんよね。夫の名前を出せば簡単に引き下がると思っていたらしく、俺の発言に夫人たちは驚いていた。は？あんた身の程知らずね。私たちは堀田が高卒で新入社員だって言うから、部長夫人として世間の厳しさを教えてあげてたのよ。つまり、これは優しさなの。何が優しさだよ、と。俺は呆れてため息をつく。当の堀田は、俺と夫人の間に挟まれて、おろおろしていた。高卒で、新入社員ということは、まだ若くて経験もない。どう振る舞っていいのか、わからないのだろう。加えて、自分に自信もないと見える。推測だが、そこをつけ込まれたに違いない。部長夫人なのが誇りのようですが、あなた自身には何の権限もありません。あなた方のしているのは、優しさでも何でもない。
子供の悪ふざけ以上に立ちの悪い行為ですよ。そう夫人たちに言って、俺は、行こう、と、堀田の腕を引く。待ちなさいよ。あんた、名前と所属は？夫人が俺に尋ねた。今度入社する、一ノ瀬です。俺が名乗った途端に、夫人が吹き出し、取り巻きも彼女に合わせて笑い始める。どいなか貧乏人ってあなたのことね。夫から聞いてるわ。偏僻な港町から見るからに貧乏そうな男が面接に来たって。その年で面接に来たんだから、あんたもどうせ高卒かなんかの底辺でしょ？ああ、だから堀田に同情心が芽生えちゃったのかしら？確かに、俺が面接した時に総務部長もいた。総務部長が俺にそんな印象を抱き、さらに奥さんに話していたなんてショックだ。笑いながら夫人は、堀田が作業に使っていたトングを手に取る。一ノ瀬、だっけ？今日の無礼はしっかり夫に話すから、覚悟するのね。平賀部長の妻に逆らうな！百年早いのよ！何を思ったのか、夫人は、今まさに熱々に焼けている魚介をトングで掴み、俺に向かって投げつけた。とっさに腕で顔をかばったため、手首に近い場所に魚介が直撃する。え？痛い、熱いなんて言葉で表せない衝撃が俺を襲う。思わず腕を押さえて片膝をつくと、足元にハマグリが転がっているのが見えた。私を怒らせるあんたが悪いのよ。夫人は悪びれもなく笑うが、後ろで取り巻きたちがおろおろしている。さすがに同行していると思ったのだろう。夫人同様に強気だった表情が今や形なしだ。食べ物を粗末にするなんて、大した部長夫人様ですね。俺の皮肉に、夫人がさらに口を開こうとしたとき、堀田が冷やすための氷を袋に入れて駆け寄ってきた。僕のためにすみません。いくらなんでもひどすぎますよ。初めて夫人に反抗し、声を荒げた堀田に向かって、俺は心配かけまいと笑いかける。いいんだ。謝る必要ないよ。間違ってるのは向こうだし。俺が勝手に首を突っ込んだだけだから。知らん顔していた周囲の人たちからも、ひどいと声が聞こえてくる。しかし夫人は気にするどころか舌打ちした。正義の味方ぶっちゃって気持ち悪い。これから新しい社長が発表されるっていうのに気分が悪いわ。ああ、それにしてもどんな人かしら。きっと高学歴で。ふさわしいキャリアの持ち主に違いないわ。社長は独身だし、ご親戚だと思うのよ。うちの娘と縁談してもらえるよう、夫に根回ししてもらわなきゃ。娘を新社長の嫁にしたい願望が露骨に出ていて、俺は呆れた。俺や堀田の存在など忘れたように、夫人はウキウキと肉を焼き始め、取り巻きたちに話しかけている。取り巻きの数人が、今のうちに行きなさいと目くばせしてくれた。夫人ほど性根が曲がりきってはいないようだ。ほんの少し腕が動いただけでひどく痛み、思わず俺はうめいた。夫人がわざとらしく言う。あら、まだいたのね。そんなに火傷が痛むなら、いっそ帰ったら？ああ、誰かに告げ口したら、私の夫が黙ってないからね。俺だけじゃなく、その場にいる全員に釘を刺すような言い方だった。周囲の人たちは複雑そうな表情をして、夫人から目をそらしていく。堀田が手を貸してくれて、ようやく立ち上がると、俺は夫人に向かってにっこりと笑った。帰るわけにはいきません。
これから社長就任挨拶なので。では、失礼します。夫人たちだけでなく、堀田も、え?と声を上げて固まる。俺は、堀田の肩を、負傷していない方の手で、ポンと叩き。氷、ありがとう。またどこかで話そう。と言って、その場を後にした。バーベキューの時間が終わり、新社長の発表の時間となった。俺は設置された壇上に上がり、深く一礼する。ジャケットを羽織っていたので、やけどに気づかれる心配はないだろう。俺は、スタンドマイクに向かって口を開いた。この度、次期社長に決まりました。一ノ瀬と申します。社長の長男であると口にすると、社員たちがどよめいた。俺の名字と父の名字が違うからだろう。詳しい事情は省き、俺は理由を簡潔に述べる。俺が幼い頃に両親が離婚したからだと。そして母の地元にある祖父の会社で商売の何たるかを勉強してきたと語った。話題には出さなかったが、父と母は離婚したが関係性は良好そのものだ。父は離婚後も時間を作っては俺や母に会いに来てくれたし、俺たちを思って再婚はしなかった。離婚理由は祖母が母に嫌がらせを繰り返したせいらしい。父は祖母と縁を切ろうとしたが、たった一人のお母様でしょ、と母が自ら離婚を希望して身を引いたのだとか。その祖母もやがて年を取り、父の後継者の心配をするようになった。自分の過ちを認め、最後の最後に母や俺、そして父に謝罪して祖母は亡くなり、父は俺に社長を継いでくれないかと頼んできたというわけだ。ちなみに俺が正式に社長に就任したら、父と母は再婚することになっている。話しながら、俺は社員たちをさりげなく見渡す。一番後ろの隅の方で、ポカンと大口を開けたまま、顔を真っ青にしている夫人の姿が目に入った。俺が次期社長だというのは、社長である父や、ごく一部の重役しか知らない情報だ。父は、かなり昔に離婚したので、息子がいると知る人も少なく、総務部長も知らなかったはず。まだ父の下で勉強する必要も多く、正式に社長に就任するには、もう少しだけ時間を要するかと思いますが、それまでに皆さんに認めていただけるよう努力しますので、何卒よろしくお願いいたします。挨拶が終わり、俺はもう一度深く礼をした。社員の皆さんが拍手をしてくれて、父も満足げにうなずいているのを見て、俺はほっと息をつく。壇上を降りて父の元へ行こうとすると、総務部長が夫人を引きずるようにして、俺に駆け寄ってきた。総務部長が真っ青なのは、きっと夫人に事情を聞いたからだろう。なあ、妻が大変な失礼をしたと伺いました。お怪我は大丈夫ですか?本当に申し訳ございません。近づいてきた部長たちを見て、父は状況がわからずに、眉を潜めた。俺が事情を説明し、ジャケットの袖をめくってみせると、父は、息子によくもっと怒りをあらわにする。しかし俺が、父さん、大丈夫です、と制すると、少し驚いた顔をして、やがて納得したようにその場を退いた。俺ももう、子供ではないと分かってくれたのだろう。だんまり状態の夫人の隣で平謝りを続ける部長に、俺は今日何度目かのため息をついた。私に怪我をさせたのはあなたではなく奥様です。奥様自身の謝罪以外は受け付けませんし、治療費と慰謝料を請求させていただきますよ。慰謝料という言葉に目を見開き、部長がおずおずと俺に尋ねてくる。治療費はもちろんですが、慰謝料もですか?
奥様は網の上で熱々に焼かれている魚介を私に向かって投げつけたんですよ。これを障害と呼ばずしてどうしますか？言っておきますが、お金欲しさに慰謝料と言っているのではありません。支払うことであなたの奥様が悪かったという証明にもなります。一切謝罪の言葉を発しようとしない夫人がピクリと反応するのが分かった。一瞬俺の顔を見て悔しそうに唇を噛みしめている。それから面接時の私の印象を奥様に話していたようですが、正直気分が良くありません。奥様は部外者ですし、あまり家庭で話すべきではないでしょう。部長がハッとした顔をして隣の夫人を睨む。形式上、俺が面接や試験を受けたのは、俺が血のつながりだけで入社すると思われるのを父が嫌がったから。総務部長はそんな事情も知らず、俺の印象を夫人に話してしまったのだ。それはさておき、奥様はバーベキューの最中に若手社員を召使いのようにこき使うなど非常識な行動が目に余りました。他にも役職付きの奥様を取り巻きにして好き放題騒いでいましたよ。旦那さんのあなたからよくよく注意しておいてください。自分に権力があると勘違いをしているようですので。部長がはいと必死で頭を下げているのにもかかわらず、やはり夫人は反省の色を見せず黙ったままだ。不毛だと感じ、俺は話を切り上げることにした。では今後は弁護士さんを通してお話ししましょう。火傷が痛むので病院に行きたいんです。ですのでこれで失礼しますね。追いすがるような部長の声が聞こえたが、俺は振り返らなかった。その次の日の晩、俺は会社から自宅マンションまで歩いて帰宅していた。車はあるのだが、腕の火傷の痛みが思った以上にひどく、運転はやめようと判断したのだ。幸い会社から徒歩30分程度の距離で、気温も暖かいのでさほど苦ではない。俺が時刻を確認しようとスマホを取り出したところで、あることに気がついた。もうマンションはすぐそこなのだが、入り口付近の街灯に照らされて一人の人間のシルエットが浮かんでいる。その人物が誰か気づいて俺は息を呑んだ。バーベキューで遭遇した総務部の部長夫人だった。幸い俺に気づいていない様子だが、どうしてここに？俺はとっさにスマホをいじり、録音アプリを起動する。念には念をだ。あ、一ノ瀬さん。気づかないふりをして夫人の前を横切ると、案の定夫人が俺に声をかけてきた。妙に猫なで声で、バーベキューの時と印象が全く違う。しかも妙にタイトな服装をしている。腰をくねらせて近づいてくる姿が不気味に感じた。なんで俺の自宅を知ってるんです？俺の質問に悪びれもなく夫に協力してもらったのだと夫人は言う。非常識夫婦め、個人情報だぞ。俺がげんなりしていると、やけどまだ痛みます？それにしても次期社長ならそうおっしゃってくれたらよかったのに。夫人がすり寄ってきて、俺は思わず後ずさる。ご用件は何ですか？短く尋ねるが、それよりも無視してエントランスに入るべきだったと後悔した。一階に管理人さんが常駐しているし、しつこくされても対処してくれるからだ。俺が考えている隙に夫人は一枚の写真を見せつけてくる。私の娘でまだ大学生なんですけどね。美人でしょ？どうです？私に似て体つきも女性らしくて。俺はふと夫人が娘を新社長の嫁にと息巻いていた姿を思い出した。あなたの娘さんは俺の火傷と一切関係ないですよね。俺が冷たく言い放つと、夫人がふふっと笑う。ですから、うちの娘と結婚したら私たち家族じゃないですか。
そうしたら義母になる私から慰謝料を支払わせようなんて思わないでしょ。俺は呆れと怒りで震えた。自分の娘を何だと思っているんだこの人は。俺が嫌悪感のあまり黙っていると夫人が俺の手を握った。それとも一ノ瀬さんは年上の方がお好きかしら。一気にゾゾゾっと鳥肌が立つ。やめてください、気持ち悪い。静かな夜道に俺の大声が響き渡った。俺の反応が予想外だったのか、夫人はと驚き慌て始める。声を聞きつけてマンションのエントランスにいた管理人さんが何事かと飛び出した。俺の尋常でない怯えぶりから状況を察し、すぐにスマホを取り出して通報してくれる。私は何もしてないわよ。夫人は言い訳するが、管理人さんが、ハレンチな中年の女がうちの住民に悪さをしよったんですわ、早く来てくださいと、これまた大声で言うものだから夫人は真っ赤になって逃げていった。一部始終を録音していたのが功を奏し、駆けつけた警察が総務部長の家に事情を聞きに向かった。一人で誠心誠意謝罪してくるわっとだけ聞かされていた部長は真相を聞いて大激怒。謝罪のためとはいえ、勝手に住所を調べ教えてしまった私の責任です。本当に申し訳ございません。役職が上がるにつれて私も妻も慢心していました。後日、部長は父の前で俺に謝罪をし、うちの会社でも特にきつい部署で平社員として働くと決まった。ちなみに部長夫婦は離婚が決まったそうだ。俺への慰謝料と治療費自体は大金ではないものの、もう部長夫人で亡くなり、威張るどころか一人で生きていくために働くのを余儀なくされたわけだ。彼女はさぞ絶望しているだろう。正直いい気味だ。夫人の末路を聞いて取り巻きたちもきっとおとなしくなるに違いない。俺はというと父の元で忙しい毎日を送っている。時々時間を作って堀田と食事に行くのだが、適度な距離感で思いやりのある彼とはいい友人になれそうだ。やけどもかなり回復してきているので、嫌なことは忘れて頑張ろうと思う。高校3年生の冬、俺の生活は一変した。強し、母さんが。取り乱した父が学校から帰ってきた俺の肩を掴んで大声を上げる。俺たちは急いで病院に駆けつけると、そこにはいくつもの機械がつなげられた母の姿があった。余命3ヶ月。それが俺たちに告げられた医師の言葉だった。俺の名前は強し、独身、彼女なしの32歳だ。母が癌で亡くなってからは、父と二人、男同士で気ままに生きている。余命が告げられた母は、そこから随分と長く生きた。それもこれも、父のおかげだと思う。母は、一度倒れたものの、なんとか持ち直して、少し元気になった。その時まで、ガンだとは気づいていなかったらしく、その精神的ショックは相当なものだったと思う。若かったのもあり、進行が早く、その時にはすでに手遅れだったらしい。父はいろいろ考えた末、父と母の田舎に帰って、緩和ケアを受けさせたいと言った。両親の田舎は、当時住んでいた場所から、2つほど県をまたいだ自然豊かなところだ。父は勤めていた仕事を辞め、俺も一緒に田舎に引っ越した。父は昔のつてで農業を始め、自分で作った野菜を母に届けたりして、穏やかな時間が流れる。田舎に戻ってきた母は嬉しそうで、それが良かったのか、緩和ケア病棟で3年も過ごすことができた。母が他界してからも、父は田舎に残り、農業を続けている。農業が肌に合っていると言って、今でも母の思い出とともに、
楽しそうに過ごしていた。今、俺はもともと住んでいた県に戻って仕事をしているけど、父のところにはたびたび訪れる。車なら高速で2時間。田舎で免許を取ってからドライブが趣味になったから、いつも楽しんで走っている。そんな父が心配しているのは、自分のことでもなく、俺のことだ。父のもとを訪れるたびに聞かれる。強し、そろそろ彼女できたか？俺がはぐらかすと、いつもため息をつく父。そりゃそうか。俺も今年で32歳。父に孫の顔も見せてやりたい。だけど、今の俺には出会いが全くないんだ。誰か紹介してくれよ。そう思っていたら、なんと俺にお見合いの話が降ってきた。取引先のお偉いさんに突然声をかけられて、お見合いをしてみないかと言われる。このお偉いさん、田中さんと言うんだけど、立場を押し出さない気さくな人で、俺のことも気にかけてくれていた。でも、突然のお見合いの話に、俺は何か裏があるんじゃないかと半信半疑。そんな俺に写真を見せてくれて、俺と気が合いそうだからと言うから、俺は会ってみることにした。お見合い当日、父が田舎から出てきてくれて、待ち合わせ場所のホテルに向かう。昔のスーツが入らなくて、買い直したんだぞ。父はそんなことを言いながら笑っている。親子で緊張していて、待ち合わせの時間よりだいぶ早く着いてしまった。後からお見合い相手とその両親がやってきて、お互い席に着くと挨拶を交わす。すると相手の父親は挨拶もせずに口を開いた。私みたいなエリート公務員の娘の見合いだ。ふさわしいかどうか、いくつか質問させてもらってもいいかな。エリート公務員って自分で言うの？俺はうっかり言いそうになった言葉を飲み込むと、隣で父も同じ顔をしている。実はお見合いと言っても正式なものではなく、知り合いを紹介したいと取り持ってくれただけ。お互いの写真と名前を知っていたくらいで、勤務先や学歴、趣味などが書かれた、いわゆる釣り書はない。だから、相手が俺のことを聞きたいのは当然だと思う。お見合い相手本人は普通の OL で、その父親が公務員だという情報はもらっていたけど、エリート公務員って何だろう。それより何より、父親のその人を見下したような態度が気に入らない。すると、お見合い相手とその母親が、ちょっとお父さん、失礼でしょ？と、咎め始めた。でも、父親は止まらない。何を言ってるんだ。当然のことを聞くまでだよ。それで、君の職業は？ついでにお父さんの仕事も教えてくれ。どこまでも上から目線で接してくるお見合い相手の父親に腹は立ったけど、俺は怒りを押し殺して答える。私は IT 関係の仕事をしています。父は田舎で農業を。そこまで言うと、相手の父親が話を遮った。農業？人の話は最後まで聞けよ。そう思って続きを話そうとするも、父親は止まらない。それで、学歴は、どこの大学を出てるんだ？その質問に、俺は一瞬言葉を詰まらせた。高校3年で田舎に引っ越しをしたので、高校は中退。父は将来を考えて、編入を進めてきたけど、そのお金があるなら、母の治療費に充ててほしいと思い、俺はそれを断った。だから、学歴としては中卒だ。素直に中卒だと言うと、父親は馬鹿にしたように笑い始めた。親は農家で、息子は中卒。田中さんの紹介だと思って来てみれば、なんてやつだ。俺の娘とは釣り合わんから、帰れ。その言葉に、俺の父が立ち上がろうとし、お見合い相手とその母親も父親を睨みつける。だが、
俺は父を制して笑った。私は構いませんが、逆に大丈夫ですか？そう言うと、相手の父親はいきなり怒り出した。どういう意味だ？田中さんが釣り合うと思ったから私のことを紹介したんですよ。その理由がわからないまま私を見下して大丈夫かって聞いているんです。俺がそう言うと父親は俺を睨みつけてきたけど、俺はそれを無視してお見合い相手を見た。アリサだよな。高校一緒だった。そう、俺がお見合いを引き受けたのは相手が知り合いだったから。やっぱり、つよしだよね。アリサも嬉しそうに言う。俺とアリサは同じ高校の同級生。学科は違ったけど、部活が同じで仲良くしていた。俺の突然の引っ越しで疎遠になってしまっていたけど、当時は他の仲間も含めてよく一緒にいた友達だ。田中さんから名前を聞いて写真を見せてもらって気づいたけど、明るくて優しくて人気のあったアリサが未だに独身なんてことはないだろうと半信半疑だった。でも今日会った時に確信したんだ。それで当時アリサが悩んでいたことも思い出した。アリサの父親は俺たちの会話を聞いて怒っている。おい、アリサ、どういうことだ？それにアリサはめんどくさそうに答えた。だから、彼は私の高校の同級生、昔仲良くしてたの。ねえ、もうお父さん帰ってくれない？俺はその言葉に目を丸くする。アリサの父親は当然激怒した。お前も一緒に帰るんだ。農家の親と中卒の息子なんてろくなもんじゃない。どうして田中さんはこんな奴を紹介したんだ。顔を真っ赤にする父親にアリサは強気だ。お父さんのそういうところが嫌なの。おかげで私はこの年まで独身よ。それに彼が中卒なのは理由があるんだってば。理由？どんな理由だろうと中卒は中卒。世の中学歴なんだよ。俺みたいなエリートに言わせれば中卒なんてありえない。大学なんて卒業して当たり前だ。中卒なんてまっとうに生きているわけないだろう。どこまで俺を見下せば気が済むのか。俺も反論しようとしたその途端、今まで黙っていたアリサの母親がバンッとテーブルを叩いた。俺たちの視線が集まる。私はあなたに人を学歴で見ないでって言ってるわよね。なんなのその態度。あなたのどこがそんなに偉いの？あなたなんて親がお金を出したから私立大学に入れただけよね。親のコネで今の勤め先にいるだけ。あなたのご両親は立派だけど、あなた自身はどこも尊敬できないのよ。いきなりの発言に驚いたけど、確かに昔アリサが言っていた。自分の父親は人のことを見下してばかりで、一緒にいるのが恥ずかしくなる、と。それが当時アリサの悩んでいたことだ。一体どんな人なのかと思ったけど、こうして会ってみると、確かにその通りだ。唖然としている父親に向かって、アリサが問い詰める。そうよ。その態度やめてって言ってるよね。昨日も言ったよ。どうしてそうやって私の邪魔ばかりするの？邪魔とはなんだ。俺はお前の幸せを思って。相手を否定することが、どうして私の幸せにつながるのよ。今の一番の幸せは、お父さんが今すぐここから出ていくことよ。なんてことを言うんだ。そんな娘に育てた覚えはないぞ。私だって、お父さんに育てられた覚えなんてないわよ。お金を出してもらったのは感謝してるけど、お父さんらしいことなんてしてくれてないじゃない。全部お母さんが面倒を見てくれた。だって、お父さんはいつも浮気ばかりして、家にも帰ってこなかったじゃない。俺はその言葉に驚いて、思わずアリサを止めようとした。おい、アリサ、
ちょっと落ち着けって。でも、アリサは止まらない。アリサの母親は横でうなずきながら父親を睨みつけている。すると父親はいきなり慌て始めた。お前、どこでそれを。いや、そうじゃなくて。娘と妻は知らないと思っていたのか、いきなり父親はスマホを取り出し、操作しながら言う。ちょっと、仕事の電話だ。俺は先に帰るからな。見えすいた嘘をついて、逃げるように席を立って出て行った。父親がいなくなると、アリサと母親は俺たちに向かって頭を下げる。俺の父は、ほかんとしていたが、慌てて立ち上がり、そんな、頭を上げてください。と言い、俺の肩を叩く。アリサさん、こんな息子でよかったら、お話だけでも。そんな父の姿に、俺は笑ってしまうと、アリサも続けて笑った。その後、アリサとは昔の話も今の話もして、俺は思い切って交際を申し込んだ。実は、高校時代、ずっとアリサのことが好きだったんだ。周りに冷やかされるのが嫌で言えなくて、せめて卒業の時には言おうと思っていたけど、それを待たずに引っ越してしまった。アリサは笑って受け入れてくれ、俺たちは結婚を前提に付き合い始める。俺は見合い話を持ってきてくれた田中さんに事の経緯を話した。聞いていた通り、あのお父さんはちょっと受け入れられませんでした。俺は事前に、先方の父親は失礼な人だけど、娘さんはいい子だから、と聞いていた。それから半年後、俺はアリサに婚約指輪を送り、結婚に向けて進み出した。でもその前に、ちょっとした用事に付き合ってほしいと言う。俺はアリサの実家に向かった。お母さんが迎えてくれて、中に入るとお父さんもいた。お父さんは相変わらずで、顔を合わせると俺を睨みつけてきた。お前、田中さんに何か吹き込んだろ。おかげで俺は職場で陰口を叩かれるようになったんだぞ。大体、お前なんかがどうして田中さんとつながりがあるんだ。あの人は農林水産省の人間だぞ。中卒のお前なんかが気軽に話せる人じゃないんだ。お前なんかに娘を幸せにできるはずがない。娘とは結婚させないからな。自称エリート公務員の父親は、実は市の農林振興課の窓際職らしいが、誰に対してもその態度だから、周りの評価は悪いそうだ。今回の件で浮気のことも職場にバレて、白い目で見られているというが、それは自業自得というやつだ。不機嫌に当たり散らされるけど、俺はひるまない。田中さんはもともと、あなたの態度に問題があったと言っていましたよ。それと、お見合いの時は話すら聞いてくれませんでしたけど、俺は高校の機械科でロボット技術も学んだんです。母の病気療養のため、高校3年で中退しましたけど、今は学んだ技術を生かして、農業の IT 化をする仕事をしています。父は農家ですが、昔は農林水産省にいて、田中さんはその時の上司でした。今、父は俺と一緒にスマート農家としていろいろ開拓しているので、田中さんとは今でも付き合いがあるんですよ。お父さんは驚いて、俺を見てきた。俺はきっぱりと言う。一応、中卒の俺でも、アリサさんと一緒に生活していくには問題ない収入はあります。それに、お母さんに結婚の許しはもらっているので、お父さんに許しをもらうつもりはありません。そこまで言うと、お父さんは激怒する。ふざけるな。俺が許さなければ、アリサの結婚はない。すると、お母さんが一枚の紙を持ってくる。離婚届だ。それを見たお父さんは、もちろん怒鳴り散らす。どういうつもりだ？アリサが俺に付き合ってほしいと言った用事はこれだった。お母さんが離婚をしたがっているから、
立ち会ってほしいと、お母さんはお見合い結婚をさせられたそうだ。浮気をしていても黙認することしかできなかった。それでも耐えてきたのは、自分の娘に不自由をさせないため。成人してからは、片親だと結婚にも不利なんじゃないかと思っていたためらしい。まあ、実際のところ、この父親ならいない方が良かったかもしれないと、アリサも言っていたけども。とにかく、アリサの結婚が決まって、その必要がなくなり、さらに重大な事実が発覚。ついに、離婚を決意したらしい。俺はお母さんの代わりに、お父さんの前に出る。お母さんは、あなたの浮気の証拠を押さえていて、弁護士にも相談しています。もういい加減、お母さんを解放してあげましょうよ。うるさい。よそ者が口を挟むな。だいたいお前、離婚なんてしたら、どうやって生活していくんだ。大して働いたこともないお前が、一人で生きていけるはずないだろう。お前は一生、俺に尽くしていればいいんだ。横暴な態度に、その場にいる全員がため息をつき、俺は口を開く。大丈夫です。お母さんの働き口はもう確保してありますから。それに、浮気の慰謝料や、浮気相手に注ぎ込んだ費用のことを考えると、お母さんにはそれなりのお金が入るので、しばらくは生活の心配もいらなくなりそうですよ。浮気相手に貢いでいたのは昔かららしいけど、つい最近、車まで貢いだことが発覚。お母さんも堪忍袋の尾が切れたそうだ。当然、弁護士も、その分は財産分与から差し引いてもらうと言っているらしい。お母さんは、もう一度離婚届を突きつけた。今すぐ書いてくれないなら、あなたの両親にも、すべての事実を報告します。どうするの？すると、お父さんは青ざめていく。どうやら、これだけ横暴なことをしていても、両親には頭が上がらないらしい。そりゃ、両親に知られたら、コネで入ったも同然の勤め先にも影響が出るだろう。ちなみに、エリート公務員と豪語していたが、ただの地方公務員だった。エリートなのは、その両親だけ。自分には何の実力もなく、親の七光で生きている。それでも親が健在なうちは、何の苦労もなくここまで来ていた。でも、制裁はきっちり受けてもらわないと。俺は無言でボールペンを渡した。すると、お父さんはうなだれて、それに記入をする。お母さんはそれを受け取り、まとめていた荷物を持ってきた。それを見たお父さんは愕然とする。お前、荷物までまとめて。俺はその荷物を持った。お母さんは俺の家族でもあるので、俺が責任持って新しい住居に送り届けますから、ご心配なく。アリサの荷物も近いうちに取りに来ますね。そう言って荷物を車に積み込み、アリサとお母さんを乗せて出発する。2時間後、俺たちは目的地に着いた。おう、着いたか。父が出迎えてくれる。お母さんが離婚したいと言っている時に相談に乗り、少し遠いけど、父のところで働くのはどうかと提案したら、今まで住んでいた土地に何の未練もないから、ぜひお願いしたいと言われた。父は近くにマンションを探してくれていて、お母さんはそこに移り住み、新しい生活が始まる。その後、お母さんは無事に離婚が成立し、財産分与も慰謝料もきっちりもらったそうだ。今では前よりも生き生きとしている。お父さんは慰謝料が払いきれず、家を手放すことになり、結局そこから両親にバレたらしい。両親に感動されたおかげで、職場での目も厳しくなり、それに耐えられず、自慢だった公務員を辞め、余裕だと思っていた再就職は、面接でことごとく落ちているという。なんとか雇ってくれたスーパーでは、
数日でお客さんとトラブルを起こし、今ではまた働き口を探しているそうだ。俺とアリサは来月に挙式を控えている。初恋の人に再会できると思っていなかったし、まして結婚できるなんて夢のようだ。俺は幸せな人生を歩んでいる。